散歩の帰りにスーパーに寄ってきたのでスーパー購入品をご紹介します。はい、まずは今日朝ごはんで食パンがなくなったので食パン、こちら全粒粉入りの食パンを買ってみました。はい、次豚の細切れ肉。はい、次冷凍うどん。以上です。今日は散歩帰りなのでいつもとは違うスーパーに行ったんですが、レジが長蛇の列でびっくりしました。普段からそのスーパーがこれだけの列を作るスーパーなのか緊急非常事態宣言の影響なのかは分かりませんが、スーパーはとにかくたくさんの人がいました。
本日の出費はスーパーに行ったお金872円でした。そして今日は新たにチャレンジし始めたことが一つあります。それはスマホの入力をフリック入力にすることです。私も本当にそういうの疎いしアナログ人間なので、フリック入力という言葉も最近初めて知ったんですよ。そういう入力があるというのは知っていたんですが、名前がフリック入力というのを知らなかったんです。でもね、やっぱり時代はフリック入力だろうということで、まあ、スマホの入力画面をフリック入力じゃないと文字が入力できない設定にしました。まだね、今日し始めたばかりで結構戸惑っているんですけれども、まあ、でもこういったね、時間のある時でないとなかなかいろんなことにチャレンジできないなと思ったので、今日からフリック入力始めました。まあ、どれぐらいでね、取得できるかわかんないんですけれども、まあ、慣れたら普通の入力よりフリック入力やった方が早いって聞きますので、頑張りたいと思います。ということで今日も見ていただいてありがとうございました。それではまた次の動画でお会いしましょう。さようなら。